常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。キッシー GJ ということでね、よくやられたと、今回はね素晴らしいなというふうに思います。まあ、NHK 等でですね記事になってますけれども、ちょっとこれ読みますね。ロシア追加制裁、石炭段階的禁輸、政府代替エネルギー確保課題ということでね、大使の追放も合わせてですけれども、日本がですね追加制裁を発表しました。素晴らしい。これね、何が素晴らしいかというとね、スイフト制裁の時とか、それからあとロシアのね、非難決議ね、一番最初のロシアの制裁の時もそうだったんですけど、どっちかというとですね、日本政府は結構ね、欧米に追随して遅れて賛成みたいな、ちょっと検討長えな、みたいなパターンが多かったんですよ。だってスイフトなんて完全に一番最後だったじゃないですか。ちょっと遅れたんじゃねえか、みたいな批判も出ましたよね。実際に遅れたっぽいんですけど、まあでもね、朝、欧米が出して、夕方やったんで、政府なんですよ。政府なんですけど、なんかちょっとこれ、足並み的になんか日本ビリみたいな感じだったんですけど、今回のですね、特に大使追放ね、これね、バルト三国とか、それからフランスとかドイツはもう即座にやったんですけど、イギリスとアメリカってまだやってないんですよね。日本が先にやったんですよ。つまり一番ビリだったのが、今こう G7 の真ん中へまでぐーっとこう上がってきたという点でですね、素晴らしい。キッシー、やっぱこう日本の特徴だよね。こうみんながやり始めるとグイグイいくというわかります?最初なかなかいかないんですよ。最初みんながやらせてみても、ええー、って懐疑的なんですけど、いや、これちょっとこれ乗っとかねえとやべえんじゃねえかってなると、突然早くなってですね、一気に巻き返していくと。このワクチン接種と同じですよね。ワクチン接種も最初日本遅い遅い言われてましたけど、菅さんがね、ぐらーっと巻き直して、もう今日本トップグループじゃないですか。もう3回目接種遅れてるからな、きっちりこれ頑張んなきゃいけないけど、でもですよ、今回のロシアの外交官追放、そしてね、追加制裁。追加制裁はまあ他の国も発表してるけど、特に外交官追放に関してはですね、非常にいい仕事をしたなというふうに思います。ちなみにですね、具体的に何やるかということ、これねニュース出てますけど一応確認しておきますね。まずですね、石炭輸入の禁止、機械類や一部の木材、ウォッカなどの輸入禁止措置の導入、ロシアへの新規投資禁止、ロシア最大の金融機関ズベルバンクなどの資産凍結、さらにですよ、この後すごいポイント、資産凍結の対象に400人近くのロシア軍関係者や議員などを加えることを説明したということですが、この個人への激烈な制裁っていうのはですね結構ポイントなんです。これね、やったふりの制裁っていうのもありまして、ほとんど日本と全然関係ねえだろうみたいな、ロシアのいわゆるねプーチンの取り巻きみたいな、お前制裁だとか言うんですけど、実際には日本に貯金1円も持ってなくて、制裁って口だけで言うけどほとんど何もしてないみたいなパターンあるんですけど、400人ってなるとね、これ多分日本でガチで資金動かしてるやつとかも入ってきますからね。そういう意味で言うとね、陰謀論を拡散してた Q アノンのね黒幕、誰とは言いませんけれども、ひろゆきさんの友達で2チャンネルの創業者の一人と言われてる人が北海道でねご活動されてたというようなこともあって、で北海道には結構入り込んでるみたいなのがあるので、この400人の中にね、そういうののこう資金やってたやつ、まあその人たちが資金もらってたかどうかよくわからないですけれども、そういうね広い意味でのご活動をされてた人が入ってるのかなとね想像したりする。いや、騎士頑張ったと。400人というかね、4000人でも全然いいんで、これこの後増やしていくってね、一回これで作っちゃうと、この後リストにさらに追加しましたと。オリガルヒも追加しました、オリガルヒのこいつとこいつとこいつ追加しました、そいつの親戚のこいつ追加しましたみたいな感じで、バンバンこのリストも増やしていけるし、ズベルバンクもこれもう完全に潰したということでですね、もう逃げ道なしと。逃げ道でなんかプギャーってこう騒いでた皆さんね、本当お疲れ様でした。逃げ道はどんどん塞がれていく方向ですよ。広がる方向じゃないんですよ。塞がれる方向ですからね。そこね、間違いないようにしといた方がいいかなというふうに思いました。さらにですね、NHK の記事によるとね、日本に駐在するロシア大使館の外交官ら8人を追放することも明らかにし、国際社会との結束を優先する姿勢を鮮明にしましたと。ドイツは40人、フランスは35人追放して、日本は8人なんで、ちょっとこれは人数少ねえなと思ったんですけど、まあ、8人追放すればね、この後10人、20人と、しっかり先例作ったんで、ね、前例がない、前例がないいうね、日本政府ですから、これで前例作ったんで、いいんじゃないかなとは思うんですけどね。この石炭の輸入に関してはね、一応 NHK の記事にもある通り、日本のエネルギー供給に関わる初めての措置で、政府はできるだけ早く代替案を確保し、段階的に輸入を削減して、エネルギー分野でのロシアへの依存度を低減させたい考えですと。これに関連してですね、岸田さんがね、原発の再稼働について、検討を始めるみたいなことを言ったとか言わないとか、今 SNS で流れてきているので、まあこれ本格的に原発再稼働ということになると、ガスの輸入を減らせますよね。どっから減らすのって言った時に、それはもちろんロシアから最初に減らしますよという話になっていくのかなと。今水面下でいろんな検討が、高速な検討加速が行われているのではないかなということを想像したいんですけどね。さらにですね、新規投資についてね、ちょっと NHK に詳しいこと書いてあったので、ここちょっと読みますけれども、ロシアの法人に対し、新たに一定比率以上の株式を取得するケースや、設備投資などを想定して新たに貸し付けを行うケースを念頭に、許可制とすることで、事実上投資を禁止するという方向で動いているということで、まあ、ロシアはこのまま行くと資金不足になりますよね。そうすると、戦車も作れないし、そもそも民生品も作れない、戦車も作れないということでですね、これウクライナ軍に対するですね、非常に大きな側面
命支援になるんじゃないかなと。現時点でロシアも戦車を作れなくなってきてますからね、非常に厳しいかなというふうに思います。それからあと戦場に関する情報ですけれども、ついにですねスロバキアの S300 防空システムがウクライナに向けてですね輸送開始されたという情報が昨日入ってます。もう届いたかもしれませんね。近いですからね。東京からね名古屋に持ってくぐらいなノリだと思うんで、名古屋と大阪まで運ぶぐらいのノリなんで、まあ今頃届いてるかもしれませんね。この S300 をですね東側南側にバーンと当てるとですね、ロシアは相変わらず航空優勢取れないという状態になります。その状態で戦車作れない、日本からも資金入らない、欧米からも資金入らない、戦車作れない、部品も来ないとなると、もうこれ物量でですね時間が経てば経つほどロシア軍は圧倒されていくということで、今ね停戦交渉でねロシアはハードルなかなか下げないとグダグダ言ってますけど、そんなこと言ってられない状態になるんじゃないかなと。国境の向こうまでね押し出してしまえるのではないかと思います。ちなみにね、もともとあった国境の向こうまで軍隊を追い出されるだけで国家存亡の危機だとか言って核兵器使うような、そんな恫喝をもしロシアだったらもうこれ終わりですよ。国際社会の物笑いの種になると思うんで、これはねロシアの中でもさすがにちょっと国境から押し返されるぐらいで核兵器使うのかなっていう意見は実はあるというような情報も得てますので、今後ねどうなるか、まあ核による恫喝あると思いますが、 NATO による逆恫喝もね当然ありますからね、ここはちょっと今水面下でお互いに腹を探っているという状況だと思ってください。そんな中ですね、ロシアのね国会議員で昔ねロシアの大統領選挙の立候補したことがある極右っていうか極左っていうかね、極左って言った方がいいかもしれないですけどね、極左議員がですねセルゲイ・ミロノフというね議員なんですよ。2012年にね大統領選挙出て惨敗した男です。プーチンに負けた男なんですけど、これがねいわゆるどっちかっていうと民主化方面じゃない逆ブレした方の党首なんですよ。そいつがねこのこと言ったということでニュースになってます。ロシアは北海道の権利を有すると、どの国にも願望があれば隣国に領土要求を提出することができる、専門家によればロシアは北海道の権利を有しているとってなことを言ったということでね、今でも日本ですごい話題になってます。ただねこれ一国会議員の要は極左国会議員がこのこと言ったと。日本で言ったらですね、そうですね、令和新選組の人が我々はロシアの味方ですって言っちゃったと、まあ言ってないけどね、言ってないけど、まあ言っちゃったみたいな、そんなノリで、それをロシアのメディアが心象膨大に取り上げると、そんなようなノリですよ。鈴木宗男さんがこんなこと言ったら日本にこんな素晴らしい国会議員がいるってロシアのメディアが心象膨大に取り上げるみたいなノリで、このセルゲイ・ミロノフってやつの発言ね、北海道俺たちのもんだっていう発言が今取り上げられてるんですが、ロシアの場合日本のような言論の自由はないので、こういう発言っていうのはね当局が容認してわざとやらせてる可能性があると。これで日本が何も言ってこなかったら、おこれいけるなみたいな感じになる可能性があるので、これはねちょっと十分注意しなきゃいけない。これに関連してですね、私ツイッター公開捜査というのは一昨日かやらせていただいたんですが、モシリコルカムイの会というねアイヌ団体があるんですよ。これねただの民間団体でアイヌを代表してる団体でも何でもないです。ただのね、あくまで有志の集まりね。しかもちょっと、左系のね。これも極左です、どっちかっていうと。極左系の有志、まあ、極左ってでも言っちゃいけないのかな。割と極端なお考えをお持ちの方々はね、極左さんちょっと訂正します。極左とは言いませんが、割と極端な過激なことをご主張なさる方の有志の集まりのこの愛の会ね。もう一回読みますよ。モシリコルカムイの会というね、畠山聡さんという方が代表。副代表はですね、石井ポンペさんという方ですね。この方がですね、なんとですね、プーチン大統領宛てに手紙を出しています。2019年1月11日。この内容がもうひでえ内容だということで今話題になってるんですね。敬愛する大統領閣下並びに領事閣下におかれましては、ますますご精鋭のこととお喜び申し上げます、うんぬんということで、私たちは北海道に育ち、北海道島ですね、等の内外で暮らすアイヌの有志ですと、まあ、ちゃんと有志って言ってます。アイヌの代表だとは言ってません。アイヌはオホーツク海を取り囲む北海道島やクリル諸島、カラフト島、カムチャツカ地方の先住民族であり、19世紀以降、帰国と日本の間で何度も引き直されてきた国境線によって生活圏を分断され、それぞれの国家の圧倒的支配を受けながら150年にわたって非常な労苦を強いられてきました。今日本の領土に暮らす私たちは2007年に国連総会で採択された先住民の権利に関する国際連合宣言に力を得て、日本政府に対し先住民族アイヌの権利を妨害してはならないよう、これまでの妨害によってアイヌが受けた不利益を早急に回復するように求めていますが、今般帰国政府と日本国政府の間でいわゆる領土交渉が活発していることに鑑み、この地域の先住民として帰国大統領閣下並びに領事閣下に以下の要望をお伝えいたしますということで、3つの要望があります。1、クリル諸島をアイヌ民族の自治州区としてください。クリル諸島沿岸地域をアイヌ民族による漁業資源管理エリアとしてください。クリル諸島の自然環境保護をしてください。特に南クリル地方についてはユネスコ世界遺産登録地である知床半島との一体的な保全管理をご検討ください。私たち先住民アイヌのささやかな要望にご配慮賜れば幸甚です。尊敬する帰国並びに帰国国民の皆様の
のますますのご発展をお祈りいたしますなんてことが書いてあるんですよ。プーチンにこんなこと書くってことはどういうことか分かってんのかって話で、今これすごい話題になってますよね。いわゆる北海道東部をね、日本のドンバスにするつもりかみたいな感じで、うわーっとこう批判が今湧き上がってるんですが、なんとこの文章、今年の3月にですね、このオシリーコルカムイの会のホームページから削除されました。なぜ削除したんでしょうね。そういう意図が終わりだったんですか。そういう意図が終わりでないんだったら別に削除する必要なかったんじゃないですか。これいわゆる一国道ですよね。助けてーって言うとプーチンが、おーし助けていくぞって、これに利用される可能性がありますよね。私ね、アイヌの活動についてどうこう言うのはいかがなもんかとは思いますが、でもね、こういうね、有志の方、日本のドンバスみたいのを作るんじゃないかみたいなね、こういう隙を与えるような、こういう活動はね、さすがにやりすぎだと私は思います。あえて極左とは言いませんが、向こうの味方っていう風にね、エージェントなのみたいな風な誤解を招くと思うんですよね。なので削除したのがいいんですけど、なんで削除したのかとか、どういう意図はありませんってことをちゃんと表明して、そういう意図がないので削除しましたみたいな理由説明しないと、しれっと削除しただけだとこれ隠してんじゃねえかと、また好きあれば出そうとしてんじゃねえかみたいな、いらぬね疑惑が深まってしまうので、こういうのにぜひね気をつけていただきたいなというふうに思いました。ということで、いずれにしてもですね、今回のウクライナを巡る戦争でですね、日本人だいぶ目覚めたなというふうに思います。昔だったらね、オシリーコルカムイの会のね、こんな文章を僕が批判したらね、差別だとか言ってやられたかもしれないですけど、今ドンバスがこんな状態でね、そういう事態を招きかねない、口実に使われかねないです。これ実はね、スプートニクとかでこういうの取り上げられてね、またロシアの世論がこう盛り上がって、また牽制球バンバン投げてくるんですよ。さっきのね、ロシアのミロノフ議員みたいなやつがこれを取り上げて、そうだとアイヌを救えみたいな活動向こうで始めるんですよ。なので日本国内にいた方がアイヌの皆さん絶対安全だと思いますので、実際にドンバス地域でロシア側に寝返った連中ってみんな粛清されてますからね、そういうのちゃんと見てね、ご活動をお気を付けいただきたいなというふうに思いました。ということで、今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひ高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後のコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー。